いや、実はあのスタジオに中島健人っていう王子が、現王子がいるんですけど、現王子に何かアドバイスを。ケンティ、ミチです。どうも、王子、やるならとことんやれよ。これも全部ご自身でプロデュースされてる、はい、そもそもだって例えば3000人お客さんがいたとして、はい、1対3000の向き合い方じゃ嫌だったんですよ。1対1かける3000、それをどうやって実現するかって言った時にこの遠隔なんちゃらっていう技がこう出てきました。ただこの映像を見て、そうか、こうすればいいんだとヒントを得たのが多分中島健人君ですよ。見てる？盗むなよ。盗むのはダメなんですね。僕10年ぐらい前にミッチーさんと共演させていただいた時があって、なんかやっぱり同じ遺伝子を感じたのかな。なんか開口一番雇えたねって言われて、言われて、うん、でそっからそのミッチーさんとの関係性がちょっとできて、うん、でこの間ついに映画で共演したんですよ。その時に言われた言葉が、ケンティは今キラキラしてるけど、やっぱり僕らみたいな人たちってのはいつか王女を辞めなきゃいけないって、うん、僕も最初ドラマ出た時はものすごくバカにされたって、でも地味めな役とかをそういうことをいっぱいやることによってだんだんその声が減ったって言って、だからいつ王子を辞めるのもやっぱり大切かもしれないねっていうことを言ってて、だ王子の辞め時を教えてくれた人ですね。すごい、王子の一子相伝やんか完全に。そうなんだ、めちゃめちゃええ話やで、それ。